はい、望月凛です。今回はイギリスのビジネスコーチであるマーク・フォースターさんの書かれた仕事に追われない仕事術、マニャーナの法則を解説していきます。この本は一言で言うと最強の時間管理術を教えてくれる本だ。時間管理術って時間を管理する方法ってことですよね。うん、いつも仕事や用事に追われている人におすすめの内容だ。俺です、俺です。最近はトゥードゥーリスト作ったり優先順位つけたり、目についたものはできるだけすぐやるようにしているんですけど、全然時間が足りないんですよ。確かにそれらの方法は有効だが限界がある。本書ではさらに効率よく時間管理ができるマニャーナの法則について分かりやすく解説されている。マニャーナ？マニャーナというのはスペイン語で明日を意味する。そしてマニャーナの法則は今日発生した仕事は明日やるを原則とすることで、これまでの時間管理術の限界を解決するものだ。ふむふむ、なんかわからないけど、そんなすごい時間管理術があるなら知りたいです。今回の授業を受ければそんなマニャーナの法則を学び、仕事に追われる日々におさらばできるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は、人には二つの脳があるだな。具体的な話に入る前にまずは人間の脳について説明しておこう。え、なんで脳？それは仕事に追われるそもそもの原因は脳にあるからだ。だからまずは脳の仕組みを理解しておく必要がある。そういうことか。うん、科学的に正確な表現ではないが、人間には理性の脳と衝動の脳という二つの脳がある。理性の脳と衝動の脳？例えばダイエットをするとき、体重を減らすために何を食べるべきかなどの計画は理性の脳が決定する。理性の脳は思考、決断、行動という順序で働く。だがいざ目の前にチョコレートが登場すると、衝動の脳がその計画を打ち壊してしまう。衝動の脳は刺激、反応という動物的な働きをする。言ってみれば目の前を通った昆虫に飛びつくトカゲと同じだ。基本的には衝動の脳の方が理性の脳より優位に立っているわけだが、百戦百勝というわけではない。中にはチョコレートに飛びつかず無事ダイエットを成功させる人もいるわけだからな。確かに。つまり計画の達成は理性の脳の活躍にかかっていると言ってもいい。だからこそ理性の脳を優位に動かすためのコントロールシステムを作ることが必要になるんだ。コントロールシステム？ああ、それについては次から詳しく説明しよう。次は、集中力を継続できればうまくいくだな。集中の対象があなたの生きる環境になるという法則がある。ん？どういう意味です？例えばお前が何に集中することもなく日々ダラダラ過ごしているだけなら、人生にもそれが反映されてお前は何者にもなれない。仮にテレビを見ることにいつも集中していたならテレビ番組に詳しくなるが、それ以外の知識は得られないし、もし仕事にひたすら集中すれば仕事の質が高まり優秀なビジネスパーソンになれるはずだ。ほむほむ。人間の脳というのは適切な対象に集中できればとてつもない能力を発揮することができる。あー、でも俺全然集中できないんですよね。集中についての根本的な問題は集中できないことじゃないぞ。え？例えば自宅でテレビを見たり家族と話していたりご飯を食べている時なんかもお前は集中力を発揮しているはずなんだ。ああ、そう言われれば。問題はコロコロとその集中力の対象が変わってしまうことにこそある。脳の力をフル活用するためには一つの対象への集中力の継続が必須だ。逆に言うと仕事がうまくいかない大きな理由の一つは十分な集中力が継続しないことにある。成功の理由はその反対、つまり十分な集中力を継続したことというわけだ。なるほど。次は、抵抗感を味方につけるだな。仕事に追われてしまう原因となるもう一つの問題が抵抗感だ。抵抗感？わかりやすく言うとこの仕事はしたくないという気持ちのことだな。抵抗感が起きるとその結果後でやればいいやという先送りにつながる。だが忙しいからと言い訳をしながら仕事を先送りにするのは本来やるべき仕事から逃れるために別のことで時間を埋めているに過ぎない。ぎく。抵抗感が発生するのはある行動がその他の行動より難しいと感じた時だ。実際重要な課題に取り組むよりどうでもいい簡単な仕事を続ける方がずっと簡単だから、結果的に日常はどうでもいい細かい仕事で埋め尽くされることになってしまいがちなんだ。めちゃくちゃ思い当たります。
逃げれば逃げるほど抵抗感は大きくなるという法則がある。つまり仕事を先送りにすればするほどさらに取り掛かるのが難しくなってしまうというわけだ。なるほど。だがこの抵抗感は使い方次第では味方にもなる。え？抵抗感を克服して一度仕事に取り掛かってしまえば、今度は仕事を中断することへの抵抗感が生まれ、仕事を続けるのが楽になってくるんだ。おお、そうなんですか。ああ、ここまでをまとめると、要するに仕事のシステムに必要な要件は、集中力を継続して発揮できる、抵抗感を克服する方法が組み込まれているということだ。次は目標を明確にするだな。理性の脳が衝動の脳をコントロールするシステムを作るためには、集中力の継続と抵抗感の克服がキーになるということを説明してきた。そしてここからはさらに具体的にシステムが備えておくべき原則について、特に重要なものを説明しておこう。一つ目の原則は、明確なビジョンが存在することだ。ビジョンってよく聞くんですけど、結局何なんですか？ビジョンというのは、分かりやすく言うと達成したい目標のことだ。例えば企業のビジョンで言えば、専門市場でシェアナンバーワンになるとかだと明確なビジョンがあると言えるだろう。逆に事業で成功するとかは曖昧すぎてビジョンとは呼べない。実はビジョンがあやふやなまま仕事をしているケースというのはとても多い。そうすると何をしていいのか、何をしなくていいのかがはっきりしないため、集中できないんだ。ふむふむ。だが明確なビジョンがあれば、何をするかがはっきり決まってくる。そしてビジョンを明確にするためには、何をしないかをはっきりさせるのがポイントだ。何をしないかですか？ああ、一度トゥードゥーリストではなく、ノットトゥードゥーリストを作ってみるといいだろう。例えば、午後6時以降は仕事をしない。計画した仕事が完了するまで他のことをしない。メールの処理に30分以上かけない、という感じだ。これを決めておけば、ビジョンが明確になってくるはずだぞ。おお、やらないことリストか。試してみます。次は、一つのことに集中する、だな。二つ目の原則は、一つのことに集中する、だな。これはさっき説明した明確なビジョンから導き出されるものでもある。お前は仕事で成果を出すためにもっといろんなことを頑張らなければと考えていないか？はい、もっといろいろやらなきゃなーっていつも思ってます。ほとんどの場合、やるべきことはその反対だ。反対？ああ、成果が出ない原因は仕事を抱えすぎることにある。もちろん一つのことに集中しろと言われても、現実にはそう簡単にはいかない場合もあるだろう。だがあくまで成功への王道は、一時に集中し、できたら次に進む、だ。そうなんですか？その効果を実感するために、いつかやろうと思っていることをリストアップしてみるといい。意識してやろうと思わないと、いつまでもそのままになっているというものを探すんだ。そしてその中から、今からやってみようと思えるものを一つ選んでみる。最初は簡単なやつがおすすめだぞ。ふむふむ。そして選んだら2つの決断をする。1、完了するまでその課題に集中する。2、完了するまで他のことには手を出さない。これで少なくとも一つはいつかやろうと思っていたことが片付くはずだ。そしてこれを繰り返せば、先延ばしにしていたことがどんどん実現していくというわけだ。おお、やってみます。次は、新しい仕事にすぐ反応しない、だな。ところでお前は、いきなり発生した仕事に何でもかんでもすぐ反応してしまっていないか？いきなり発生した仕事？例えば、仕事をしていたらメール着信があったので、仕事を中断してメールを読んだ。急に別の仕事を頼まれたので、それに取り掛かった、という感じのことだ。ああ、毎日そんなことだらけですよ。そうやって新しい仕事にすぐ反応していると、常に仕事に追われる原因になる。そうならないためのポイントは、仕事の緊急レベルを1、今すぐ、2、今日中に、3、明日やるの3つに整理することだ。そして新しく発生した仕事は基本的に3、明日やるに分類するのがベストだ。え、明日ですか？うん、明日なら相手から遅いと言われることも少ないし、計画も立てやすくなる。とはいえ、本当に緊急な仕事もあるから、それを1、今すぐか、2、今日中にに分類するんだ。ふむふむ。ただ1、今すぐの仕事はかなり限られるはずだ。オフィスが火事だとか、パソコンが故障したといった緊急時だな。2、今日中にに関しては、今日が納期や期限の仕事がメインだ。
そしてそれ以外のものは基本的に全て3明日やるに分類する。要は仕事に必要以上の緊急性を与えないことが重要なんだ。そう言われてみると急ぎじゃない仕事でも関係なくすぐやったりしてました。そうだろう。だから新しい仕事は必ず一度整理するのが大切なんだ。次はクローズリストを使おうだな。仕事や時間の管理の最強ツールはクローズリストだ。クローズリスト？聞いたことないんですが。うん、聞き慣れない人も多いだろうが、分かりやすく言うとここまでというラインが引かれた仕事のリストのことで、その下に新しい仕事を追加することができないものだ。この逆がオープンリストで、その典型がトゥードゥーリストだ。これはやるべき仕事が増えれば次々と項目が追加されていく。ふむふむ。でもなんでクローズリストが最強なんですか？その理由は3つある。1. クローズリストの仕事は新しい仕事によって邪魔されない。 2. クローズリストの仕事は続ければ必ず減っていきゼロになる。 3. リストの仕事は全てやる前提なので優先順位も不要。クローズリストの典型はチェックリストで、どれだけ細かいリストにしたとしても結局仕事が早く片付くのが特徴だ。逆にオープンリストは仕事をしながら別の仕事を追加することができ、追加に制限がないから1日の仕事の終わりに朝よりも未完了の項目が増えていることだってありえるんだ。確かにあります。結局オープンリストを使っているといつまで経っても仕事が終わらないということになる。クローズリストはその日終わらせるべき仕事のみを書くから、その日の仕事はその日のうちに終わるし、邪魔が入らないから時間効率が格段に良くなっておすすめだ。納得です。最後は今日発生した仕事は明日やろうだな。さて、いよいよ本書のタイトルにもある究極の仕事術、マニャーナの法則についてだ。待ってました。とは言っても実はもうほとんど説明済みだったりする。え？原則1、新しく発生した仕事は明日やるを基本にする。原則2、クローズリストを使う。さっき説明したこの2つの原則こそがマニャーナの法則なんだ。そうだったんですか？このマニャーナの法則の根底にあるのは、明日まで待てないほど緊急な仕事はそうないという考え方だ。言い方を変えれば、今日1日に発生する仕事を集めて次の日に必ずやるということだ。ふむふむ。あ、でも明日1日で終わらないような仕事はどうするんですか？1日で終わらない仕事はプロジェクトとして考え、細かいタスクに分解すればそれぞれはちゃんと1日で終わらせることができるはずだ。おお、なるほど。マニャーナの法則のイメージをまとめると次の通りだ。ステップ1、今日新たに発生した仕事を集めておく。ステップ2、仕事を分類して整理する。ステップ3、計画を立てて翌日まとめて処理する。このマニャーナの法則で仕事をすると、変な邪魔が入らないから集中できて効率が良くなり、その日の仕事がその日に終わるから、1日の仕事量と負担が平均的になるし、計画も立てやすくなるから仕事に追われなくて済むということだ。おー、すごい。まとめだな。理性で衝動をコントロールする。集中力を継続できればうまくいく。抵抗感を味方につける。目標を明確にする。一つのことに集中する。新しい仕事にすぐ反応しない。クローズリストを使おう。今日発生した仕事は明日やろうだな。まさに目から鱗の内容でした。振り返ってみたら、新しい仕事に振り回されて、その日本当にやるべき仕事に全然集中できてなかったことに気づきました。うん、そうやって衝動的に目先の仕事に取り掛かっていると、常に仕事に追われ続けることになる。今日発生した仕事については、それぞれの仕事の緊急性をしっかりと見極めて分類し、よほど緊急の仕事以外は明日やるようにするといいぞ。はい、マニャーナの法則、名前は言いづらいですけど覚えておきます。ああ、繰り返しになるが、新しく発生した仕事は明日やるを基本にする。クローズリストを使う。この2つの原則をしっかり覚えておくといいだろう。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。